少年。おや、不良少年じゃ不服かい？じゃあ郵便屋かメッセンジャーボーイ、お使い小僧。口も聞けないんだね。すると人の娘に変な手紙取り付いたりするのが悪いことだぐらい知ってると見えるね。でも今日の即答はちょっと気が利いてた。さあぼんやりしてないで案内してくれ。亀田さんはどこの病院？それともここで寝てんのかい？もう起きてるよ。え？転換ってそんなに簡単に治るの？簡単になっちゃ困るんですか？そんな上げ足取りで敵を取ろったってダメですよ。でもバカバカしい。そんなんなら慌てて見舞いに来るんじゃなかった。じゃあ帰ったらいいじゃありませんか。お黙り。帰ろうと帰る前って私の勝手です。ちょっと亀田さん、あんたはとんだ恩知らずですよ。静かにしてくださいよ。この人は病人なんですよ。そんなこと分かってます。分かってるからこの程度で済ましているんです。第一、牧場問題であんな仕打ちってありませんよ。まるで借金の取り立てでもするように。この人を押し立てて。軽部さん、あんた何か。何でやるの？これは当然の権利でやるか。当然の権利って何です？それであんた何をしたんです？呆れた。本当にあんた何も知らないんですか？じゃあ聞きますがね、あんたの生活費はどこから出てるんです？僕、厚かましいんですが、僕が何か大きな牧場の権利持ってるって大野さんがおっしゃったもんですから、それにこの人がその信用でお金を融通してもいいって言うんで、ついこの人から。冗談じゃない。そりゃみんなこの男があんたの代理人ずらして大野から引き出したんですよ。あの人もあの人だ。なんだってこんな男に。逃げたってダメですよ。私はちゃんと出るとこに出る気ですからね。うん、とんでもなくて、うん、すっかり清算するつもりですから私は。とにかく一問だってこの年齢からごまかしたら監獄の中で清算してもらいますからね。何でこれ、何でこれ。お前さんも席を外してくださいな。私とっくりとこの人に言って聞かしたいことがあるんだから。本当にあんたっていう人は。いいえ、もう言うのはやめます。あんたに面と向かうとそんなこと言う気がなくなってしまう。皮肉言ってるんじゃないんですよ。むしろあんたの、ごめんなさい、あんたの間の抜けてるところにこっちが皮肉られてるみたいな気がしますよ。つまりその、おや何がつまりだか。一体私ここに座り込んで何喋ってんだろう。あ、そうそう、お見舞い言わなくちゃ。具合はどんなですか？ええ、もう。でも気をつけなさい。まだ顔色が悪いですよ。そりゃそうと、あんた今一人身？奥さんは？ありません。何もニヤニヤすることありませんよ。もっとも今のはだいぶ皮肉でしたけどね。私一つ要件があるんですよ。あんたに一つ聞きたいことがあるんです。何ですか？私あんたが綾子に宛てた手紙見ましたよ。あれ、どういう意味？あれは、あるとっても天気のいい日に。天気のことなんか聞いてやしません。でも、そういう輝かしいような日には、人間ってとても希望に燃えるもんですから。で、あんた、彩子にどんな希望を持ったの？恋愛じゃないですか？いいえ。本当ですか？多分。ほらほら、多分だなんて。でも一体あの子はあんたをどう思ってんのかね。時々褒めたこともあるけど悪口言った方が多いんですよ。片輪だとかバカだなんて言ったことさあるんですよ。怒っちゃいけませんよ。あの子は私の娘自分にそっくり。我が強くて気概みたいな女なんです。誰か気に入ったとなるときっと大声で悪口言ったり
面と向かってからかったり。ちょっと、だからって変な希望なんか持っちゃ困りますよ。やれやれ、年頃の娘持つと心配が足りやしない。あんた、加山さんのこと知ってる？さあ、どんなことですか？あの人も綾子にその希望とやらを持ってるって話ですよ。例のストーブに放り込まれた札束の一件ですっかり信用取り戻したんです。もっとも後であのお金をあの女に突き返したのは、加山さんとしては上出来でしたからね。でもそりゃいいんだけど。あ、そうだ。私、あの人にも釘を一本刺しとかなくちゃ。じゃあ、お大事に。それから、しばらく家へ来ない方がいいようですね。特に天気のいい日には絶対困りますよ。この意味、わかりますね？ええ。第一、僕、あなたがおっしゃるまでもなく、綾子さんにそう言われてるんです。なんですって？いつ？東京で、あの手紙の返事をもらったんです。あ、またあの郵便屋。え？郵便屋って何です？そんなことより、え？なんて書いてありました？綾子の手紙に。希望なんて絶対にない。あんたなんかに二度と会いたくない。だいたいそんな風でした。そりゃあの子にしたら希望はある。ぜひ会いたいっていうことかもしれやしない。今日こそ本心を見極めてやる。何考えているかみんな言ってやる。お帰りでございますか。皆さんお変わりもなく。もう何にもございませんが、お茶でも。あ、寒い。さっき大野の奥様、兄さんを廊下引っ張り出して何話してたの？分かってますわよ。あの後で兄さんったら真っ赤な顔してたもん。じゃあ聞くな。兄さんってどうしてそうなんでしょう。まだ前のこと根に持ってんのね。私は今は特にこのことに関しては兄さんの味方よ。このことってなんだ。まだ言ってる。兄さん、綾子さんのことで釘刺されたんでしょ。しゃくね、家柄が違うくらいに思ってんのかしら。あそこじゃ俺は一回の使用人さ。口先だけだからダメよ、兄さんは。しっかりなさいよ。綾子さんはただの恥ずかしがり屋よ。だから突拍子もないこと言ったりしたりするけれど、つまりあれは煙幕ね。亀田の部屋かい？ええ、カオルが明日の表情カーニバルの仮装して騒いでるのよ。ご機嫌ね、あの人。用心なさいよ、兄さん。あの人も大野の奥様に釘刺された口よ。それにあの奥様とっても慌ててたじゃないの。きっと何かあるんだわ。病人がこの三空にのこのこ出てくるわけはないからね。なんだい、あのチンドン屋は。ピエロよ、お母様。郵便屋でござい。
で人をバカにし。綾子、お前もそうですよ。せいぜいお母さんをバカにするがいい。人の目の前で何をコソコソ企んでるんです。さあおっしゃい。え、あの指輪は何を言ったんです。さあおっしゃいったら。こんばんは。ずいぶん探しましたよ。多分いらしてるだろうと思って。こんばんは。今カオルさんからあなたもいらしてらっしゃるって聞いたばかしですわ。ああ。さあ、あっち行ってみましょうよ。ああ。人ともなったんで私は死が困りそうだわ。ああ。嘘つき。君の悪い。なあ、物作るんだろう。さあ、私はもう帰りますよ。物好きの付き合いもたくさん。やっぱり。なんだってそんなに私を見るの？え？挨拶の言葉も知らないんですか？さあ、加山さん、もっと向こう行ってみましょう。お母様、先に帰って。私、加山さんに送ってもらいます。あなたこんなとこにいたの？いい気になっちゃいけません。あなたにそんな値打ちなんかありませんよ。あなたは忘れたんですか？60万円でどんなことをしようとしたか。するとあれがあの女なんですね。聞きたいことがあります。明日ここでお昼に。さあいらっしゃい。もう我慢できない。あんな女にもバカにされて。のりこ、いらっしゃい。そんな目にあったな。てめえの出る幕じゃねえのさ。おめえ、俺の顔見て怒らねえのか。おめえにあんなことした俺をよ。僕、お守り取り回復した君しきは信じない。だが、俺はダメだ。おめえ知ってるか。あの女がおめえを今の娘っ子と一緒にしたがってるの。でも俺にとっちゃ同じことだ。あの女はおめえを幸せにしたがってるんだ。やっぱりおめえに惚れてるんだ。誰もあなたの他に僕を起こした者はありませんか。え、僕今別の女の人が来たと思って。いえ、夢です。夢を見たんです。分かったわ。別の女の人って例の人でしょ。あの人どんな風に夢見ました？ねえ、どんな。いえ、そんなこと知りたかないわ。それよりなぜ眠ったりするんです。本当に。おや、なんて間抜けてるんだろう。ゆうべあんなに立派に見えたのに。私何だってこんなとこへ来たのかしら。ゆうべ僕と約束なさったじゃありませんか。私、人を待ってるうちに眠っちゃうような人に用はありません。でも僕、ゆうべは全然眠られなかったんです。加山さんが自殺しかけたんですよ。
自殺するって騒いだだけじゃないんですか。そういえばそうですけど。そういうわけなら眠ったことは多めに見てあげます。さあ急がなくちゃ。亀田さん、私一体何のためにあなたをここへ呼んだと思って。私はね、人があなたのことをバカにしてるのがたまらないんです。それあなたは少し、いえ私はっきり言います。正直言ってあなたは病気のために時々滑稽に見えます。でもその代わりあなたは一番大切な知恵にかけては世間の人たちの誰よりもずっと優れています。だって人間の知恵には大切なのと大切でないのと二通りあるでしょ。でもね、誰もそれがわからないんですよ。いいえ、お母様わかりますわ。私とお母様だけは別ですよ。私ね、あなたにこれを言おうと思って長い間待ってたんです。ほら、あなたがあちらからお手紙くださったでしょ。あの時から。いいえ、もっと前から。それなのにあなたったら、あの女の後を追って、いいえ、ここへ帰ってらしたのもあの人のためなんでしょ。私あなたなんか大嫌い。私加山さんが好き。それ嘘です。いえ本当よ。このベンチがよく知っていますわ。私たちよくここで会ってたんですからね。それも嘘です。嘘なら嘘でいいわ。でもね、あの人は本当に心を入れ替えたんですよ。それを証明するためにここで私の目の前で指まで切ったのよ。どっちの手です。そんなことどうだっていいじゃありませんか。とにかく指を切ったんですよ。僕ゆうべ見たんですけど、加山君の手は何ともなかったですよ。でどうなんです。結局あなたはあの人に夢中なんでしょう。夢中です。でもあなたが考えるような意味でなく。どうして私の考えがわかるの。僕言い直します。その夢中な感じが自分でもとても不思議なんです。だからあなたにはわからないだろうと思って。あなたならどうします。自分の親しい兄弟みたいに親しい人が鉄の檻の中に入れられて血みどろになるほど棒で撃たれているのを見せられたら、きっとかわいそうで、いっそ自分が撃たれた方がいいと思いますよ。僕あの人を見ているとなぜかそんな気持ちになるんです。あなたにはあの人の幸せがわからないかもしれないけど。知ってますわ。いいえ、あなたが知っているのは あの人がある男の囲い物だったということでしょ。それからほんの少女の頃にそのひどい打撃を受けたってことでしょ。でもあの人の不幸はただそれだけじゃないんです。よく感じやすい子供がお菓子を一つちょろまかされると、持っていたお菓子を全部投げ捨てたり踏みにじったりして気違えるようになるでしょ。あの人はちょうどそんな風なんです。あの不幸さえなかったらと考えると気が狂いそうになるんです。どうぞ傷ついた幸せならと考えて自分の幸せを根こそぎ踏みにじっているんです。
でも私我慢できないわ。何がです？あなた知らないんですか？あの人が私に3度も手紙をよこした。手紙？これよ。私にあなたと結婚するように言って、おだてたりそそのかしたり泣くように頼んだりくどくど書いてあります。昨夜の騒ぎだってそうです。加山さんが邪魔だから、あなたと私を結びつけるのに邪魔になるからあんなことしたんです。こんなしつけがましい話聞いたこともないわ。許してやってください。あの人はさっきも言ったように。いいえ、私あなたみたいには考えられません。あの人はちゃんと手紙に書いています。あなたが幸福になるのが見たいんだ。バカな女のセンチメンタルなお芝居だわ。そんな。いいえ、そうじゃなきゃこれは嫉妬です。嫉妬以上だわ。あなたと私を結びつけるような顔して水を差しているんですよ。そんな、あなたはそんなこと本気で考えるはずない。いいえ、本気、本気ですよ。何が本気なんだい？僕、彩子さんのお招きであそこ行ったんです。昼です。僕が眠ってると。何ですって？僕、待ってる間に眠っちまったんです。あ、切れた。一体あなた、彩子どう思ってるんです？どう思ってるって？好きなんですか？それとも何とも思っていないんですか？好きです、大変。それでなぜ眠ったりできるのか私には分かりませんね。いえ、もう説明なんか聞かなくても結構ですよ。ただ一言、念のために。あそこで何か母親として憂慮すべき状態が起こりましたか？起こりませんでしたか？起こらなかったと思います。じゃあもうあんなところで震えながら立ち話するのはやめてください。彩子はすぐ風邪ひくたちですからね。これからもし彩子と話がしたかったらうちへいらっしゃい。いいですか？ちゃんと玄関から訪ねてくるんですよ。不思議ね、あなたっていう人。突然。そう、やっぱりこんな吹雪の日に現れて、それから私たちをびっくりさせてばかりいる。3月も終わりの頃の吹雪の日、急に空が割れて青空が顔を出し、いきなり雷が鳴ったりすることがあるけれど、あなたはちょうどそんな人ね。私我慢できない。あなたはやっぱりこんな風に旅先であの女と向かってたんですね。そして私の噂を知ってたのね。いえ、もう帰りなって。いえ、もう二度とうちに来ちゃいけません。私はね、瓶詰めの花山候補なの。こんなふうにいつも瓶の中に栓をされて座って瓶の中からすぐにお嫁に行くのよ。ねえ、二人でここを飛び出しましょう。どうしてそう毎日毎日来るんですか？うちじゃみんなが笑ってるの知らないんですか？私も飽き飽きしたわ、こうやって毎日あなたの顔を見てるの。私ね、時々とってもひどいことあなたに言うでしょ。覚えてて大人目になる。いつか後になって、これをご覧なさい。またあの女の手紙よ。ですか、私たちが結婚するとあの人も結婚するって書いてあるわ。どうしたんです、青い顔して。それじゃ困るのね。でも安心なさい、私どんなことがあってもあなたなんかと結婚しませんからね。なぜみんな亀田さんを笑うんです。
亀田さんが私にカーネーションを持ってきたのも、なぜそんなにおかしいんですか。誰も笑ってやしなくて。嘘です。姉さんはさっきわざわざ私の前にこのお花を置きに来て、ニヤニヤして加山さんの顔を見たじゃありませんか。大地、いつもお花はテーブルの真ん中に置くの。彩子、落ち着きなさい。なんでそんな小さなことで。いいえ、私にとっては小さなことじゃありません。亀田様、ここにいる人たちの誰よりも立派です。誰よりも善良です。誰よりも心がきれいです。それなのにみんなで笑い物にしてるんです、亀田さんを。それから私も。お前泣いてるのか。いいえ、私泣いてなんかいません。でもなぜ亀田さんがカーネーションを持ってきちゃおかしいんです。でも真っ赤なカーネーションなんて非常識よ。なぜ。知らないの。だって真っ赤なカーネーションはねえ、加山さん。じゃあ加山さんにお聞きします。はっきりおっしゃってください。真っ赤なカーネーションがなぜおかしいんです。つまり真っ赤なカーネーションは愛を表してるからでしょ。僕そんなこと知らなかったんです。だから。お待ちなさい。たとえ亀田さんが真っ赤なカーネーションが愛を表していると知っていて、その上で私のところへ持ってきたとしても、私おかしいなんて思いません。むしろ喜んで頂戴します。彩子。まあいいじゃないか。え、花言葉などというものはあちらの話で、日本では通用せんのだから。通用したらお父様どうなさるおつもり。しかし現に亀田君は何も知らずにやったと言ってるんだし。ねえ君。そう言ったね。言いました。でも僕彩子さんは好きです。しかし好きと言ったっていろいろある。まさかこの子と結婚したいというような。僕したいです。しかしこれはねえ、里子。私、お断りします。お断りします。ちょっと、この人と二人だけで話をしたいんだが。君、これは実に予想外の。いや、一体どうしてこんなことに。お父様。待っててくれたまえ、ね、待ってる間によく考えてね、いいかね。しかし相手もあろうに。そりゃでもね、私心の底のどっかよくぞ選んだって気もするんです。見ちゃいけません。顔見ちゃ嫌です。
変って顔しているんです。どうして？窓のガラスに映ってますよ。僕、なぜあなたがそんな暗い顔をしているか知っています。言っちゃいけません。言っちゃう。いえ、言ってしまった方がいいんです。何と言っても僕たち二人の間にはある一人。言っちゃいけません。言っちゃう。明日立つんだ。これでおめえともお別れかもしれねえ。だがな、なぜおめえはあいつの聞くことに返事しなかったんだ。え、おめえは幸せかどうだい。そうか、うんと言うはずなんかねえや。じゃないわよ。兄さんってすぐそれなんだから。昨夜はさも面白そうにあの人たちの婚約の話してみせたくせに。ダメだんておいが。まだそんな決まってるじゃありませんか。しゃくね、この雪の中を肩を並べて出て行ったわ。あなた、その雪やないんですか？あります。ただ心配なんです。大丈夫、私ただ納得したいだけなのよ。あなたが理解しているように、あの人を理解したいだけなんです。でも。いえ、ゆうべ考えに考えてふっと考えついたんです。あの人に会ってみたら何もかもカラッとするかもしれないって。へえ、私あの人好きになるかもしれなくてよ。でも僕、おめえ、あの小娘が怖いみたいだぜ。
あの人、私の夢の塊です。あの人、私の失ったもの、そっくり持ってるんです。あの人、私にとって理想なの。だから私、あんな手紙出したんです。せめてあの人に、私の夢を生きてもらいたい。物を見たらおめえの気に入らねえかもしれねえよ。お願いです、やめましょう。僕怖いんです。どうしたんです、そんな顔して。あなたも青い顔しています。私たちにとってこれからは大事な時なんです。いつものような気まぐれはしません。
あなたももちろんご存知でしょうね。私が何のためにお目にかかりたいと申し込んだのか。いいえ、存じませんよ。ご存知のくせに。知らないふりをして何になるんでしょう。じゃあどうでもよろしいわ。でもあなた勘違いしていらっしゃるようね。私あなたと言い争うためにここへ来たんじゃありません。ただ物事をいい加減にしておけない性分ですから、私あなたのお手紙のお返事に来たんです。いえ、その前にお聞きすることがあります。あなたはこの方、亀田さんがどういう方なんだかお分かりなんですか？分かっています。おそらくあなたよりもずっと。嘘です。あなたに分かるはずがあります。なぜでしょう。なぜ？あなたは自分のことしか考えていらっしゃらないから。自分の不幸せによって人の迷惑なんか少しも考えないような方だからです。第一、亀田さんを理解している人が亀田さんを笑い者にするはずがありません。私亀田さんを笑い者にした覚えはありませんよ。じゃあなぜ亀田さんを捨てたんです？亀田さんの単純な心を騙したりいじめたりなさるんです。加代子さん、この人をご覧なさい。それでもまだあなたをかばおうとしているんですよ。こんな大きな綺麗な心は私生まれて初めてです。だから私亀田さんを心から好きになったんです。押しつけがましいお手紙に対するお返事が残っていますわ。私もはっきり申します。あなたは私たちの感情に干渉なさる権利はありません。私たちの間に割り込むのはやめてください。犠牲のお尻はもうたくさん。それも本当の犠牲じゃなく、ただもう椿姫を気取ってるだけなんですからね。いけません、いけません、そんな。今の今まで天使か何かのように想像してたんですからね。ねえお嬢さん、あなたここへ何のためにいらしたのかご自分でもご存知じゃないよね。本当のこと言ってあげましょう。それはね、それは怖いもの見たさですよ。怖い？何が怖いんです？無論私がよ。この方があなた以上に私を愛してやしまいかと、それが心配で、それを探りに来たんです。いいえ、亀田さんはあなたを憐れんでるので愛してなんかいません。でもね、それは同じことなんですよ、お嬢さん。そりゃ私はこの方の愛を受ける資格はありません。だから私、
方連れてらっしゃる。私も見ちゃいられます。いいですか、この人をこんなに苦しめたのあなたなんですよ。早く引き取ってもらいましょう。とっとと出会ってもらいましょう。今すぐ。ながら家へ帰るのよ。よくって、よくって。さあ亀田さん、私とこのお嬢さんとどっちを選びます。いや、私も絶対にあなたを離そう。さあ私と結婚するとし。いけません、いけません、そんな。さあようござんすか。もしこの方が今すぐこの手を取らなかった、あなたを捨てると言わなかった、その時はあなたの勝ちよ。勝手にこの人を取んなさい。私そんな人に用なんかない。どうする、どうする。受けた。お前はあの子を一人で暮らす気か。
人だろう。早くあんな女のところへ。しかもこの雪の中を一人で帰すなんて。どなたかすぐ、先ほど彩子さんもお見えになりまして、もうひどい熱で、もう電話が通じないもんですから。私、それはまあ、今すぐ、すぐ。分かってるだろうな、君。これで何もかもご破産だ。いや、結局それでわしも満足だ。その後についてきな、用がある。あの人、君の家にいるのかい？俺んとこよ。君、さっき蔵の窓から覗かなかった？あの人、あれからずっと。おめえ、もっと離れて歩きな。そう言ったじゃねえか。寒いね。ストーブつけないのかい？
外を行けねえんだ。なぜ。俺な、無性におめえに会いたくてな。そうかい、やっぱり。僕もなんだかそんな気がして、探して歩いていたんだよ。俺な、おめえのこといろいろ考えたんだよ。それでぜひ引っ張ってきて、今夜二人で語り明かそうと思ってな。あの人はあそこで寝てんのかい。そうだな。じゃあ行ってみるか。まあいいや、入んな。ここは暗いね。見えるさ。家にガタガタ震えてるじゃないか。例の発作でも起こされたことだぜ。それで君は一体これからどうするつもり。どうも見くるぜ。おめえの震えようはどうだ。とにかく今夜はここへ二人で寝ようよ。暑い、暑いね。何言うんだ、おめえ寒いのと違うか。あそこに寝ている。もうどこへも行けえしねえや。完全に俺たちを頼まんだよ。
めったな夜に私泊まるもんけな。今夜は二人でハリバイしてやろうよ。綺麗な体だぜ。夜が明けたらお前も見てみな。俺は今日一日あいつのそばについていてやったんだがな、あんな綺麗な女は見たことがねえ。ただ心配なのは匂いが出やしねえかと思って。さっきまでストーブが熱かったんでな。匂うか。僕わからない。なあおい、花があるといいんだがな。おふくろの仏間にはいつも何かあるんだが、目ざといから持ってくるわけにはいかねえし。買ってくるかな。いろんな花であいつの体すっかり埋めちまうかな。しかし考えてみるとかわいそうだな、花の中なんかで。そこの付けの家にあったんだよ。ところで不思議にならねえのは、三寸から、いやもっと深く、ちょうどこの辺に突き通ったのに、それでおめえチョコにいっぱいも血が出ねえんだぜ。すげえ。おい見ろ、あの雲。
許してる。変に光ってやがる。やってくる。やってくる、やってくる。すっ飛んできやがる。あちら乗っかってる。笑ってる、笑ってる。ああ、おふくろもいるな。今の雷聞いたかい？天気まで聞き違いだ。ああ、嫌だ嫌だ、あんな病人のお見舞いは。あ、綾子、あの子を何とかしてください。すっかり怯えちゃって。だから来るなって言ったのに。バカだな、中学生にもなって。たかが白痴じゃないか。カオルさん、いらっしゃい。でもね、本当にかわいそうで、私。いいえ、あの人は何と言ったっていい人間でしたよ。この世の中にはもったいないような人でしたよ。ああ、そう、あのろくでなしのカルベが来てたんですよ、花を持って。おまけ涙まで浮かべて。
とても晴れづらい。僕、あなたに、あの人のことをよく見てきて報告するなんて約束したけど、とても、そんな、いいんだ。僕、あの人が、とてもいい人だったってことだけ覚えてる。そう、あの人のように人を憎まずただ愛してだけ受けた。私なんてバカだったんだ。白痴だったのは私だ。